どうも、遠藤です。ブラックスクワット。今日は、新武器ですね。アップデートの新武器、EF88 を使ってきます。で、EF88 は、オーストラリアのあれかな？ステアの最新モデルかな？のはずなんだけど、なんかこの、まあ、手に持っているのは、黄色と赤のね、なんか、ヨドバシカメラのおもちゃコーナーに売ってそうな銃です。あー、これはあれだね。よくあるタイプの。あ、覗いたらちゃんと狙ったとこ飛ぶと。で、腰ダメ打ちすると、まあ、HK416 みたいなね。いつものちょっとレティクルの上に集団するって感じですね。じゃ、ちょっと自分とっては多分使いやすいと思うんで。うわ、いきなりやられた。で、この銃、数値データを見たんだけど、なんかスカーエルの、介護官みたいな感じの数値だったんだよね。しかもなんか、単純に値が低くなっただけみたいな。おっと、危ねえ。3人もいる。って感じだったんだよね。なんか数値上は弱いんだけど、まぁ、ちょっと使ってみてってとこですね。適当に突っ込んでいきましょう。はい、ヘッドショット当てていく。まぁね、この反動は慣れてるんで、416と同じ感じなんでね、結構416使いの人にとってはこの銃使いこなすのはもう早いと思います。結構使いやすいんじゃないでしょうか。あ、でもなんか、普通にね、いつもの感覚で、416の感覚で撃ってて当たるんで、使いやすいかな。ちょっとこっちの方が連射早く感じるけど、気のせいかな。おっと。スカー H ブラックアーバン使ってる人初めて見た。スカー、ブラックアーバンね、持ってたんだけどね、ガチャ引きたくて撃っちゃったんだよな。よし、距離を詰めていく。もう一人いるか？もう一人。よーし、倒して。はい、ナイフ3しかない、やばい。まあ、いた。あ、やられた。ああ、いいね。使いやすいね。これ結構強いんじゃないですか？あ、奥に人いるが、ちょっと遠いかな。あの距離は、厳しいんで。で、覗いた時もね、素直な挙動で、集団性も、いいっすね、これは。おっと、危ねえ。もう一人。よし、ヘッドショット狙っていく。上がちょっとあれかな、攻め、変なところで爆弾投げちゃった。おっと、あっちに一人。やって。もういないかな？あ、間違った。跳ね返って当たっちゃったよ。もうちょっと、この辺から打たなきゃダメかな。おっと、一人ヘッド出る。もう一人いる。もう一人いるが、いけるかな。まあ、気合でヘッドショットしていきたい。うわぁ、しゃがんでたか。読み間違えましたね。この銃ってやっぱ強いんじゃないかな。結構。強いような気がする。グレを上に飛ばして、侵入していく。一回ちょっと裏取っておきたいな。いたいた、ハンドガンの弾を消費しておいて、裏から攻めていく。リロードして、奥も諦めよう。横狙って、で、さっき撃ったやつが多分来るかな？飛んできた。撃ってヘッド狙っていく。もう一人、奥に一人いるがちょっと厳しいんで、リロード挟んでから、ここから撃っていく。あ、死んでない。もっと撃ち漏らしは危ない。あ、やられた。はい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 。なるほどね。うん、結構強いね。これ、でも全然、なんか HK416 よりもしかして強い？可能性もあるか。可能性を秘めた銃ですね。あー、なんか、結構威力もあるんだよな。使いやすいね。まあ、唯一気に食わないのがこの色ですね。この、なんなんだこの赤と黄色。ハザードだから、まあ危険っていうことを表したいのかな？これで。まあ別にこの色塗んなくても銃は危険だからいいんだけどさ。うん、狙いやすい。狙いやすくて、集団性がいい。強い。なんかこれ、いきなり使って、すげえなんか、調子いいんだけど。
ああ、いいね。これで即ヘッドショット出してく。いた。ああ、青く光ってるやつがいた。一回退避して、横からもう一回。上見とこうかな。見なくていいかな。おっと、危ねえ。びっくりした。いいっすね。この銃強いっす。まあ、CZ はね、ちょっと慣れてないんで、まだ使いこなせてない感があるんで、あまり強さを引き出すことができなかったんだけど、こっちはね、すぐに使えるような、HK416 使ってたらすぐに使えるような銃なんでね、だいぶ皆さんも使いやすいんじゃないでしょうかね。敵がね、いないんだよな。おっと、そこにいたか。で、100対96ですね、今。結構、拮抗してるな。グレを。ぶん投げた。おっと、二人見えた。どうしよう。もう一個グレ投げて。よし。味方が見てくれてるんでね。進んじゃいますか。おっと、危ねえ。さて、ここから入って。あ、いたいたいた。あいつやって。奥から来るでしょ。そのヘッド打って。あ、ダメか。ちょっと足りなかった。おっと、もうこんなとこまで。いいっすね。やりますね。はい、倒す。奥のやつも倒す。いや、しっくりくるわ、この銃。よっしゃ、距離を詰めていきますか。おっと、いたいたいた。距離あって。ここってなんかこう、下から攻撃できないのかな。適当にグレを打ってみるか。当たんねえな。お、危ねえ。左にいた。お、危ねえ。ライフ18じゃちょっときついな。お、いたいたいた。銃が飛び出てますよ。よし、二人キル。していく。横。なんか当たっ、まあ、適当に撃ったら当たった。うわー、そっちか。おー、すごい拮抗した試合っすね。133と135。あ、いたね。危ね。グレー飛んできた。こっちもグレーを投げて。おっと。手前手前。あ、危ね。よし、奥やって。お、間違った。何でスマホ投げてんだ、俺。おお やっちまったぜ。もっと、いたいたいた。あいつやって。あ、マジ？そこ？一応、遮蔽物利用したつもりだったけど。はみ出てましたね。あー、マジか。位置の差で負けるのは悔しいな。これさっきなんとかできれば勝ててましたね。そういうことで EF88 はね、強いね、これは。使いやすい。ちょっとね、おすすめ。ちょっともう一回、もうしばらく一週間ぐらい使えるんでね、しばらく使ってみようと思います。あとはね、ライトマシンガンの次、使っていけますか。